早くリサちゃんに伝えなくちゃ。俺の名前は山本海。俺がこんなに急いでいるのには訳があって。リサちゃん、お待たせ。カイさん、来てくれてありがとう。金曜はカイさんに会える日だから楽しみにしてたんだ。ああ、リサちゃん、ごめん。実は、リサちゃんに会えるの今日が最後なんだ。俺の会社、倒産してさ。え、倒産？カイさん、大丈夫なの？まあ、どうにかするよ。ただ、次の仕事も決まってないし、お金もないから、もうここには来れない。ああ。すぐに社宅も出て行かなきゃいけなくてさ。だから、住むところも急いで探さないとなんだ。でも、最後にどうしても、君に会いたくて今日も来ちゃった。そんな、大丈夫なの？心配してくれてありがとう。でも、俺の話よりも、リサちゃんと楽しく話したいな。ほら、これが最後だし。そっか。あ、そうだよね。じゃあさ、カイさん、最初にお店に来てくれた時のことを覚えてる？もちろん。だってあの時は、それは数ヶ月前のこと。当時の俺は元カノに振られたばかり。落ち込んでいた俺を見かねた友人がここに連れてきてくれたのだった。あの、私と喋ってても楽しくないですか？え？あ、そんなことないけど、どうしてそう思うの？なんだかお顔が暗い気がして。私、実は母が病気で入院してて、入院費と手術費のためにここで働き始めたんです。でも喋るのも得意じゃないし、愛想笑いもできないから、お客様に楽しんでもらえてないんじゃないかなって。だから。それなら無理に喋らなくていいんじゃない？え？喋らない分、リサちゃんは表情豊かだから、もっとそれを押し出す感じで。話を聞く時だってキラキラした目でうんうんって聞かれたら、笑顔で適当な相槌打たれるよりグッとくるんじゃないかな。確か昔そういう子いたしな。それなら私にもできそうです。うん、きっとできるよ。ありがとうございます。私、もう弱音なんて吐きません。ナンバーワンになってみせます。うん、頑張って。だからカイさん、毎週金曜は私に会いに来てくださいね。急に元気になったな。でもこの子を見てると俺も元気になれるかも。それから俺は母親のために頑張っているリサちゃんを応援したくて、毎週指名するようになった。リサちゃんはそれからもその魅力的な表情や仕草でファンを増やし、気づけば本当にナンバーワンになってしまったのだった。私、あの時カイさんに励ましてもらえたからナンバーワンになれたんだよ。ありがとう。お、俺もリサちゃんにいっぱい元気をもらえたよ。こちらこそありがとう。それに、本当はあの時だけじゃなくて。お？ああ、なんでもない。これからも頑張ってね。お、お母さん、良くなるといいね。寂しいけど、もうリサちゃんは俺が応援しなくても大丈夫そうだ。これからも元気で頑張ってくれたらいいな。それから数日後、結局住むところ決まらなかったな。とりあえずネカフェにでも行って住み込みの仕事を探すか。お、リサちゃんから？どうしたんだろう。カイさん、久しぶり。住むところ決まった？もし決まってないならここに来てくれないかな。もしかして営業？あ、いや、でも。ありがとう、今から向かうよ。リサちゃんがそんな営業をするとも思えないし、とりあえず行ってみるか。1時間後、ここだよな。カイさん、来てくれてありがとう。リサちゃん、ここは…うん、私の家だよ。立ち話もなんだし入ってよ。あ、お邪魔します。おかえり。え、おかえりって…カイさん、住むところなくて困ってるんでしょ？だから、ここで一緒に住む？それって…同棲ってこと。これからは毎日会えるよ。え？同棲？リサちゃんと？その後、まだ戸惑っている俺に、リサちゃんはお茶を出してくれた。しかし、俺にはどうしても気になることがある。ねえ、どうしてただの客の俺にそこまでするの？私、あの時のカイさんのアドバイスがなかったら、キャバ嬢を辞めて、入院費も払えてなかったと思う。だから感謝してるの。
リサちゃんの気持ちは嬉しいよ。でも俺、リサちゃんにこんなことをされたら勘違いしちゃうよ。勘違いじゃないよ。え？私、ずっとカイさんが…カイ君が好きだった。え？あのね、私、本当の名前は小野アリサっていうの。だから、アリサって呼んで。アリサ…好きって本当に？だから、これからは私のこと一人の女性として見てもらえませんか？今まではお客様だからって気持ちを抑えていたけど、もう来られないって言ったから。で、急にこんなこと言われても困るよね。あ、いや、今までリサちゃんのこと仕事で接してくれているだけだからってガチ恋しないようにしていたんだけど、それがいきなりこんな。あ、でも困ってるだろうし、カイ君が仕事決まるまではうちに住んでほしいな。それで、もしその間に私のことを好きになってくれなかったら諦めるから。正直まだ彼女に振られたのを引きずってたけど、でもこんなに真剣に言われたら俺もちゃんと向き合わないと。わかった。あと、お世話になります。よかった、こちらこそよろしくお願いします。じゃ、早速ご飯の準備しちゃうね。嬉しそう。昼にリサちゃんと会うの初めてだけど、やっぱり見たことあるような。あ、いや、気のせいだよな。名前も似てるけど違うし。こうして俺とリサちゃん、アリサの同棲生活が始まったのだ。それから数日後。今日の面接疲れたな。ただいま。おかえり。お、エプロン姿かわいい。いつもドレス姿だったけど、アリサにはこういう格好の方が似合ってる気がする。ご飯作って待ってたよ。ありがとう。でも、お昼はお母さんの病院にお見舞いに行っていたんじゃなかったっけ？忙しいんじゃ。いいの、私が好きでやってることだから。それより早く食べよ。ってことで、あーん。どういうことで？え？だって、せっかく一緒に住んでるんだし。でも、これは話が別じゃ。ダメ？あ、お願いします。はい。あ、恥ずかしい。美味しいです。よかった。これからも毎日ご飯作るね。嬉しいけど無理はしないでよ。してないよ。だってカイ君が喜んでくれたら私も元気になれるんだもん。俺も。え？いや、なんでもない。俺もアリサを見てると元気になれるとか恥ずかしくて言えないよな。へへへ、いいな、カイ君。そんなことがしばらく続いたある日のこと。はぁ、またお祈りメール。全然就職先決まらないな。カイ君、ご飯できたよ。うん。今日もお母さんのお見舞いだったんだよね。どうだった？結構元気そうだったよ。それに、もう少しで手術費用が止まりそうだって話したら、すごく喜んでくれたの。手術できたら、お母さんも元気になれるもんね。それもあるけど、お母さんはあんまりキャバクラの仕事に賛成してないんだ。危ないこともあるだろうからって。でも、元気になったら好きな仕事をしてねって言ってくれたの。お母さんも私のために頑張るからって。もしアリサが昼の仕事をしたら、可愛いし、いい子だし、男が放っておかないだろうな。キャバクラの中だから俺がまともに見えただけで、本当はもっとふさわしい人がいるんじゃないか。あのさ、なんで俺なんかがいいの？俺、元カノにも優しすぎてつまらないって振られた男だよ。カイ君。え？それは辛かったね。アリサ？優しいことのどこが悪いの？その女の子は、まだカイ君の良さが分からなかったんだね。そのうちカイ君のこと、いい男だったって気づいて後悔するよ。いい男って。私は最初から気づいてたけどね。アリサとの同棲生活はとても楽しく、俺たちは仲良く暮らしていた。だけど、あれは。どうしたの？今、昔付き合っていた子がいて。それって、
前にカイ君が言ってた子？うん。あ、そっか。でも、なんだか思ったより平気な気がする。そういえば、俺最近元カノのことを考えなくなったよな。これはもしかして、アリサのおかげ。その後、帰宅してくつろいでいたのだが。ああ。なんだか、帰ってきてからやけに静かだな。アリサ、さっきからどうかし。やだ。え？しようと思ったけど、やっぱり無理。他の子を見ちゃ嫌だよ。私だけを見て。これからも毎日私と一緒にいよ。え？カイ君は私のことどう思ってるの？私はずっと前から。俺は。あ、出ていいよ。あ、ごめん。はいはい。あ、ありがとうございます。電話誰から？あ、内定決まったって。そっか、おめでた。ありがとう、アリサのおかげだよ。そんな、カイ君が頑張ったからだよ。でも、決まったってことは家を出るってことだよね。いつ頃の予定なの？あ、1週間後には。そっか。私、出勤の時間だから行くね。あ、うん、行ってらっしゃい。さっき、すごくドキドキした。俺、アリサのことが好きなんだ。アリサが帰ってきたら、ちゃんと自分の気持ちを伝えよう。そう考えていたのだが。ダメだ、そわそわして落ち着かない。もうすぐ出ていくんだし、とりあえず荷物の整理でもしようかな。あれ、俺の方に何か混ざって。え、これ卒業アルバムだ。しかもこれは。俺と同じ学校の？やっぱりアリサは。アリサ、どうしたの？さっき出て行ったばかりなのに。カイ君、お母さんの容態が悪化したって。え？どうしよう、私のせいだ。私がもっと早く視察費用を貯められていたら、こんなことには。アリサのせいじゃないよ。でも、アリサはあんなに頑張ってただろ。だからお母さんだって頑張れたんじゃないかな。本当に？うん。だから落ち着いて、俺も一緒に病院に行くから。ありがとう、カイ君。俺たちは急いで病院に向かった。着くとすぐに担当の医師がやってきて。お母さんはとても危険な状態で、今すぐ手術が必要です。どんなことをしてでも絶対に払います。だから母を助けてください。わかりました、こちらも最善を尽くします。はい、お願いします。お母さん。アリサ、これ使ってよ。え、これ？今までアリサのところに住まわせてもらってて、お金が貯まったから。気持ちは嬉しいけど、そんなの受け取れないよ。俺、アリサに借金させるなんて嫌だよ、カイ君。それに、お母さんだってアリサが借金したら悲しむと思う。ありがとう、必ず返すね。うん。先生、お母さんは？手術は無事に成功しました。しばらくしたらお母さんも目を覚ますでしょう。よかった、ありがとうございます。疲れたでしょうから、お二人はゆっくり休んでくださいね。元気になって、またお母さんに会いに来てください。はい。お母さん、助かって本当によかったね。うん。あの、カイ君、本当にありがとう。こちらこそ、今までたくさんお世話になったから。リサちゃん。え？あ、だから、それはキャバ嬢の時のゲージなで。ええ、図書委員の小野リサちゃん、でしょ？もしかして、思い出してくれたの？さっき部屋でアルバム見て、気づいたんだ。高校生の時、図書委員だった俺は、毎週金曜日の放課後に図書当番をしていた。そこで一緒に仕事をしていたのが別のクラスの女の子だった。ああ、今日は誰も来なくて暇だな。そういえばあの子、いつも熱心に本読んでるよな。あ、ねえ、それ面白い？名前なんて言うの？小野リサ。小野リサちゃん、俺山本海、よろしくね。よろしく。まあ、俺、話しかけたら邪魔かな。え、
邪魔じゃない。じゃあ、これからも話しかけていい？うん。お、リサちゃんはおしゃべりではなかったが、俺は彼女の反応にとても癒されていた。だけど、高校生の俺は話しかけるのが精一杯だった。もっとリサちゃんと話したいと思いながら、それ以上進展することはなく。ちょっとあんた何してるの？何って、学校に行くんだよ。熱があるんだからおとなしく寝てなさい。今日がリサちゃんとの最後の図書当番なのに。最後の日、俺はリサちゃんの連絡先を聞くつもりだった。だけどその後廊下でリサちゃんを見かけても話しかける勇気はなくて、そのまま卒業してしまい、リサちゃんと会うことはなかった。名前、小野アリサちゃんだったんだね。別のクラスだったとはいえ間違えてごめんね。ああ、私も最後のターバンの日に言おうと思ったんだけど、結局言えなくてごめん。いつから俺だって気づいたの？カイ君が初めてキャバクラに来た時から。え、その時言ってくれればよかったのに。だってあの時のこと大事にしてるのは私だけなのかなって思ってたから。もしカイ君に忘れられてたらショックで立ち直れないもん。そんなに俺との思い出を大事にしてくれてたんだ。でもやっぱり思い出してほしくて、ゲンジナもリサにしたんだよ。もしかしたらカイ君が来てくれた時に気づくかなって期待して。遅くなってごめんね。すごく綺麗になってたから気づかなくて。遅いよもう。俺のこと嫌いになった？なるわけないよ、ずっと大好き。俺もアリサが好きだよ。え、アリサは昔からいつも弱音を吐かずに頑張っててかっこいいと思ってた。たくさんある重たい本の整理だって嫌な顔しないで一緒にやってくれたし。だけど俺にはもっと弱音を吐いてほしい。どんなアリサも俺は受け止めるから。カイ君嬉しい。あの頃の私はお金がなくてみすぼらしくて、人と関わるのも苦手で、ずっと自分の殻に閉じこもってた。でもカイ君だけはそんな私に優しくしてくれた。おかげで私ももっと頑張ろうって思えたの。カイ君と一緒ならどんなことでも乗り越えられるから、ずっと私のそばにいてください。これからはずっと一緒だよ。その後アリサのお母さんの病気を無事に完治した。貸したお金もすぐに返してくれて、アリサはキャバクラを辞め、俺と同棲しながら昼間に事務の仕事を頑張っている。アリサのお母さんには結婚の挨拶をしに行ったが、すごく喜んでくれていた。そして数年の月日が経ち、あ、キャバ嬢だ、懐かしいな。あの時キャバクラに行かなかったらアリサと結婚することもなかったんだろうな。あの女の人のことずっと見てたね。え、あ、違う。そんなに気になるならお店にいたら。あ、ごめん、アリサのことを思い出してたんだよ。私のこと？ああ、アリサがキャバクラで頑張ってくれてたから俺たちこうして結婚できたんだなって。だから今のはごめんね、冗談だよ。え、冗談？本当は大好きだよ。でもずっと私だけを見ててね。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。